どうもこんにちは、今回はですねモザンビークの椅子、キャンプ用の椅子ですけども、今回はですねこちらを購入しましたので見ていきたいなと思います。でまあ最初にですね袋の大きさ、袋に入ってるサイズの大きさっていうのをですね比較してみたいんですけども、例えばですねこっちもパチノックスなんですが、袋の大きさのね、まあ、縦の長さとしては25センチから26センチというぐらいの大きさです。で対してモザンビークの方は39センチぐらいなので、ちょっと大きさは違うかなという感じです。モザンビークの方が、どうしても大きいという感じになってます。まずねこちらがパチノックス、安い椅子ですね。そしてねこちらがモザンビークの方ですが、まずこちらが布、座るところですね。それと、骨組みですね。骨組みはこんな感じで入っています。まあ、組み立て方に関してはさっきの椅子とほぼ同じだと思います。はい、組み立てがね終わりました。でこれね見た感じこっちの方が高いの分かりますかね。高さがこっちの方がありますよね。このね今回このモザンビークの椅子、買った理由としてはまあ見た目がいいっていうのもあるんですけど、ここのね足の高さ調整ができるというのが一番のポイントです。ここですね、ここにポッチがついてまして、このポッチをですね変えることで高さが変わります。前を変えたんで今度は後ろですね、後ろも変えます。一番低くしてみました。一番低くしてみたんですが、それでもまだこっちの方が若干背が高いかな。座り心地としてはですね、ちょっと固めかな、ちょっと固めの座り心地なんですが、例えばこっちだとね、なんていうんだろう、沈み込むような感じがあるんですけど、こっちだとね沈み込みもあんまりないので、まあ、立ったりするのはすごく立ちやすいのかなという感じがします。せっかくなので一番高くしてみましょう。さあそれではですね一番高くして座ってみます。これはなんかかなりゆったりした感じですね。ゆったりした感じだけど高さがあるので、まあ作業しやすいって言ったらこっちの方がしやすかったりするのかな。まあ人によりだと思いますけど、例えばねこっちの方だとこうなんていうんだろうな、沈み込みすぎて立ち上がるのがね結構億劫だったりとか、冬場とかはねなんかこう腰をやりそうだったりするんですけども、よいしょっていう時にね腰とかやりそうになったりするんですが、まあこっちだとねでもそもそも沈み込みはあんまりしないので、まあ、沈み込みが欲しいという方にはちょっと物足りないとは思うんですけども、立ち上がったりはすごいしやすいですよ。まあ、こっちのね低い椅子だとまあ作業はしやすいですよね。しやすいというか、まあそんなにきつくないんじゃないかなと思います。でこっちのね高い方だとさすがに低くなっちゃうので、これが今一番低い状態ですが、低い状態にすると、まあ、こういったねローテーブルでも、結構使いやすいんじゃないかなと思います。この椅子のいいところ、この椅子のいいところはやっぱりそのテーブルとか、例えばその人とキャンプする、他の方とキャンプするときに自分はいつもこれ使ってるけど他の人はまあこれぐらいのテーブル使ってるとか、いろんなシチュエーションがあります。いろんなシチュエーションに、ね、対応できるのはまあこっちかなと思いますね。3段階でも調整できるっていうのはすごくでっかいなと思います。あとですねこの椅子の横幅がですね本当若干なんですが、モザンビークの方がちょっと広い気がしますね。座りにくいとか立ち上がりにくいとか
まあ、そういったですね欠点を感じたことのある方は、このモザンビークっていうのもね結構選択肢の一つとしてはありなのかなと思います。今これはね一番低い状態ですけども、高くもできますので、高くするとね全く別物に変わります。はい、ということで今回はですねモザンビークの椅子、3段階調整ができるっていうモザンビークの椅子なんですけども、こちらをですねご紹介してみました。こういうタイプの椅子っていうのはですねいろんなメーカーからいろんなものが出てるんですけども、なかなかねどれがいいか分かんないというところがあったりすると思います。こういった感じでですね高さ調整ができる椅子っていうのも、まあ選択肢の一つとしてはありなんじゃないかなと思います。ということで今回は、モザンビークの椅子をご紹介してみました。それでは